はい、やってきました。ヒロニーだよ。このチャンネルは新築の分譲タワーマンションの紹介だったりですね、賃貸のタワーマンションの内覧、内見に行ってるチャンネルです。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。今日もレギュラーの岩本さんです。よろしくお願いします。あ、暑いですね、だいぶね、夏が近づいてきたというか ね、はい、すごい気持ちいい天気です今日。いい感じです、はい。今日来たのはね、中之島ですね、はい。まあまあ、広任地も結構近いという風な形でね、今日来たのはここです。じゃーん、ザン、この裏にあるやつではありません。手前ですね、はい、はい、手前です、はい、グランスイート中之島タワーですね、はい。中之島ってついてるんですけど、実際本当に中之島にあるタワーマンションっていうのは、まあ、広任地のザ・パークハウス中之島タワーと N4 タワーとこちらグランスイート中之島タワー、この3つになるんですね。そのうちの多分一番古い形になるのかな。築何年ですか？2005年。ああそうか、出しときます。はい、どっちが古いか分かんないですけど、まあこんな感じです。今日結構上層階ですよね。そう、はい、21階なんで。ああ21階ですね、はい、楽しみ、はい、期待したいと思います。さあ行くぞ。はい、来ました、お邪魔します。はい、なるほど、結構広いですね、はい。まず玄関入ったところにですね、こちらの方はもうおなじみのシューインクローゼットですね。ああ、だいぶ収納ありますよ。こちらの方にね、いろいろ置けたりとかするぐらいのシューズインクローゼットになります。はい、まず、はい、こちらの方がお手洗いですね。来ました。はい、まあそうですね、若干ちょっと時代を感じる、はい。あのリモコンも横じゃないですし、はい、でなんかボールもね、ちょっとかってくことちょっとピッっていう感じで、まあこういうトイレです。はい、はい、次にこちらの方が洗面所になります。はい、来ました。なるほど、はい、まあそうですね、三面鏡で広々とした感じですね。ボールも、左右にね、めっちゃ置ける、よし、ついてますね、しっかり。そしてお風呂、あ、非常にめちゃくちゃ広いですか。でかい、でかいめっちゃ広いわ、向こうのレベルですね。うん、そうですね、めちゃくちゃ広いです。ダウンライトで、まあ、シンプルな感じですけど、めちゃくちゃ広いお風呂になります。はい、はい、次にこちらの方が洋室1ですね。約7畳。うーん、なるほど、あれあれ、いやーいやーえ、いやー、何これ、初めて見た。何ですかこれ、家族の場所するやつですね、だと思うんですけど、これ開きますか。あ、何？何すかこれ。初めてか。これすごいな、これ。で、まあね、ちゃんとね、収納もしっかりあるという形ですが、これはちょっと初めて見ましたね。珍しいですね。はい、珍しいと思います。これちょ、はい、続きましてメインの洋室になります。来ました。住所。ああ、広い、うん。広いです。はい。で、ベランダもね。こんな感じでかなり広々としてますね。はい、素晴らしい広いです。で、
これですね、見てください、はい、これがウォークインクローゼットですけど、あーすごいですね、この字型の素晴らしい収納力があるウォークインクローゼットになります。メインのリビングになります。はい、来ました。でかい。あーなるほど、あー広いっすね。なるほど、ちょっとざっと見ますね。はい、こんな感じです。すごいちょっと変わってる作りしてますねこれね。はい、こんな感じの全体的な感じですね。リビングですね、うん、すごくゆったりしてますね。はい、すごく素晴らしいですね。これ岩本さんがバーテンダーみたいにね、シェイカー振ってそうですね。いらっしゃい。いらっしゃい。いきなり今入ってますよ。居酒屋だ。この景色ですよ。うん。うん。これはなかなかないですね。唯一無二。南向き、うん。はい。最高ですね。この目の前に流れてるのは土佐堀川かな。はい。土佐堀川が流れてて、こちら側には見てくださいこの、はい、素晴らしい。はい、フェスティバルタワーがある中之島の超高層ビル群がもうほんと目の前ですね、はい、目の前に見える。これはめっちゃ夜景が綺麗です。でそして奥に見えるのが大阪市役所も見えますね。はっきり見えます。素晴らしい景色。もうここの部屋はやっぱもうこれですね完全に、はい、じゃあもう景色そうですね、すごい開放感あります。はい、で目の前に立ってるのはザ・ファインタワーですね。新しく今作ってる、はい、ザ・ファインタワー大阪肥後橋かな、はい、すごいな。これがやっぱ素晴らしいですねこの景色がね、はい、で、キッチンですが綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗、あ、めちゃくちゃ綺麗やな。簡単に見えないけど、うん、すごく綺麗に使われてるのか、ね、このカウンターとかも、うん、全部収納になっててね、はい、IH の木晴らしい木晴らし全然ない。めちゃくちゃ綺麗ですね。あめっちゃ綺麗ですわ。で白い感じでね。でしかも、こちらの方は廊下とつながってるんで 2way ですね、はい、まあ、使い勝手がいいキッチンになってますね。素晴らしい開放感があって、でしかもですよこの、はい、埋め込み型の天かすですね。すごいな、これ新しいな。これ新しい、入れ替えてますね。大金のやつ、これ1台かな。あ、2台あるわ。すごい、素晴らしい、2台あります。しかもね、こうちゃんとしっかり位置がこっち側とこっち側って分かれてるんで、あのちゃんとね部屋全体に空調が行き渡るような感じになってます。素晴らしいです、はい、めっちゃ広いし、はい、こんな感じの、リビングになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、綺麗、よかったね、うん、イメージしてたよりかはめちゃくちゃ綺麗でしたね中身、うん、はい、でエントランスの雰囲気だったりとか、まあ外観の雰囲気、うん、高級感ありますよねやっぱり。よかった、すごく、はい、中之島に立ってるタワーマンションってでかいタワーマンション多いから、うん、あとでかいビルとかも多いからなんかあんまり目立ちはしないんですけど、27階建てでもね、うん、もうそれなりに大きいタワーマンションなんですけど周りにでかいのが立ってるからそんなに目立たないんですけど、まあ単体でよく見たらね、うん、めっちゃおしゃれだしかっこいいし中もね思った以上にめっちゃ良かったと思います。ありがとうございました。はい、でまあねこういったチャンネルなんですが、いろいろなねタワーマンション以外おしゃれなマンションだったりとか内見してるんでね、興味がある方はぜひチャンネル登録とね、はい、この物件が良かったなと思ったらグッドボタンです。家賃の方はですね申し訳ないんですけどちょっと言えないので、もし興味がある方は、ヒロインのツイッターの DM の方まで連絡いただけたら返信しますんで、ぜひよろしくお願いします、ね、はい、それでは次回という形でさようなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。グランスイート中之島タワー、元祖正真正銘の中之島のタワーマンにふさわしい良い物件でした。